おはようございます。おはようございます。今日は全国商品盆栽名品展、初日でございます。名品展を主催しております日本商品盆栽協会についての説明と、あと50回という記念なので、いろんな企画をしておりますので、それの説明をしたいと思います、このハガキ、これが第1回なんですね。第1回というのは50年前じゃなくて、コロナの時に4回お休みをしてるので、年数的には相当古いんですよね。何年前になるのかな、年数見えます？書いてない。書いてないんですよね、54年前ですね。伊勢丹で、まだ伊勢丹の井の字がこっちになってないですよこれになってない頃、ところで盆栽展をやりました。でそれがずっと2回、3回、4回、5回ってずっと続いてるんですけど、盆栽のサイズは手のひらに乗るサイズ、小さいですよね、こんな感じですよね。まあ、長い歴史がありまして、最後50回がこのハガキですね、今回のやつ。はい、そうです。これが2024年になりますね、相当古い回なんですけれども、でこの回の創設者っていう方がいらっしゃいまして、その方が中村瀬子さんという俳優の喜劇役者さんなんですよ、小さい盆栽を愛してまして、4回目から私もお手伝いっていうか、あの嫁に来たのがちょうどこの時で18歳、なるほど、18歳で来て、あとずっと必ず来てますけれども。なるほど、はい。超豆です。めちゃくちゃ小さいのかな。そうです。塩塩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 塩超極小、なかなかランクが。これはね、はい、昨日持ってきてここ持ったの、じゃあ取れちゃった、ここにここに。あらジンが取れた。ジン、今までずっとジン持ってやってたからね。あ、そうか。そのつもりだったら昨日ここに取れた、その前にうちに言ってたら針金一つ巻いておいたから。あ、そっかそっか、残念ですね。これはだから下だな。あ、それが、これは今回は余分このちりめんどのくらい経ってます？このちりめん長いよ。結構古いよね。これ刺してるから、これ刺してるからね、20年ぐらい持ってるよ。20年、この鉢で。鉢はちょっと、あの、もっとちっちゃかった。あ、もっとちっちゃかったのじゃあ少し緩めたですね、これね。これ緩めたね。すごいまあ普通はこのサイズだって。そうですね、はい、時々いらっしゃる、ちっちゃいこれは原さんなんで、しすいさん、しすいさんのもちっちゃいですけど、でも土屋さん、会長に比べるとだいぶ大きく見えるから不思議です。不思議です。咲いてますね、大映えが咲いてます。これ面白いですよ。種ですね。種？種がなってるんですよ。これなんだ、キササギ？ササゲ、ササゲじゃないかなと思ったんだけどね、わかんないんですよ、私にも。そう、種の入ってた後ですよね。よく藤なんかもこういう風になるんだけど、それを取っといてこう飾って、粋ですね。粋な飾りです。このみかんですよ、みかんですオレンジオレンジって書いてある、ね、人さんもすごいな。この梅は古い木だね向きに関してね、これ、ハスに構えて置いてありますよ、普通、こっち向けると思うんだけど、わざと、そうですね、裏表、ひっくり返して飾る人を蹴るので、ね、わざと、うちの会、多いですよ。なんでなんですか？見せようっていうより、その自然の風景だから、全部がこっち向いてるわけじゃないじゃないですか、自然の木って。だからここに大きな大木があるって考えたら、梅が横に生えてたらこっち向いてたらおかしいですよ、
歩いてったってそんなことありえないから、あえてずらすんですね。そう自然の形を重視するので、要するに木があって草が野原に生えてて、これは素晴らしいね。雪やな、籠宮さんですね、有名な。あ、籠宮さん、はい、籠宮さんもうちの会なんで、ね、ここまで古い雪やなぎは私初めて見た。目ですよね。そうですよ、花芽です。咲いたらすごいですけど、ね、咲く前の方が情緒がいいかな。あ、いいかも、うん、そう、これもすごいですね。台湾付け、すごい。こういうのもね、なかなかね、撮ってます。まあ、だから全体の雰囲気見てやるから、うん、こう風景を作ってるから、後ろ前が振り返ってもいいんじゃない。一つ一つの木をどん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 じゃなくて、全体として一つのものとして見るから、石とかも大事だし、草もすごく大事になるし、この石に水溜まってるのか、なかなか、なるほど、冬の景色ですよ、こう枯れた足が、そういうのを楽しむ。あの初めての人でも割とすんなりと入りますよ。高くていい木を飾らなくても景色を作れてるから、種まいた3年生ぐらいの松でもちゃんと景色になってればいいわけだから、うん、ですね、この日本商品盆栽協会、あの古い歴史があるので、うん、あの素人さんながら鉢を作るメンバーがたくさんおりまして、逆にその鉢がプロになっていくみたいな感じで、歴代の会員の中からもうすでに亡くなっている方もいっぱいいらっしゃるんですけれども、会員の人がみんな持ち寄っていただきまして、はい、鉢の展示ですね、第50回記念特別展示です。うん、鉢作家展で、もう初代 の、 あの中村瀬光さん、俳優の、うん、これが中村瀬光さんの十二支ですね、これで、牛虎雲、これシリーズで、でまあ大体あの3つが、あの瀬光さんはあの有名なんですけど、カニとかも描きますし、絵を描いてるだけでボディは別の方です。で、あともうお亡くなりになってます、大輔さん、佐野大輔さん、この方あの長い間常任理事と競り の、 あのあんこをやっていただいてました。あんこ、あんこっていうのは競り台ですね。まあ、もうものすごい口が達者な方で、はい、であの絵をつけてあり彫りをしたりしてますけど、これもボディはいろんな方で、磯さんが結構多いですよね。で、あとその下に木工さん、はい、横山木工さんは豆鉢ですけれども、墨弾きという特殊なあのやり方で、色柄を作ってる。そうです、そうです、墨弾きですね。で、あと武藤さん、こちらの方ももう亡くなってますね。この人はあの独特な風合いを持ってますね。あと磯さんも亡くなりになりました、去年一昨年かな、この人はもう本当に使いやすい鉢を大量に作って、で松山さん、あの彫りですね、すごい精巧な彫りをね、竹の彫りとかやってます。で小石さん、あの初代小石さんはうちの会の会員でした。よくあの伊勢丹にあの鉢を出して売っておりました。あの左の大きいやつは入間さんのそうですね。はい、それとあとこれはあの大野、盆栽大野の先代です。あ、そうなんですか。はい、あの彫金師なんで、前職が6時まで彫金師やってまして、でそれを生かして彫りを入れた鉢ですね。あ、真ん中の虎がすごいかっこいい。竜とか虎とかありますよね。あと有名どころでは藤掛雄山さん、こちらあの桐生の方の人ですけれども、結構名前取ってますね、はい、であと上の段にあるのが上州勝山さん、同じく桐生の方ですね。ここちっちゃいのが並んでますけど、もうちょっと大きいのも作りますけどね。この隣の武山さん、はい、じゃあの栃木県の方で、この人はあの結構有名です。大きい鉢も作ってましたね。あとは下が、現在活動中の鉢作家の方ね。これあの
タクシさん、うちの会の副会長、もう85歳になりましたけど、副会長の作ってる鉢ですね。絵ですね、主にね。ボディは作ってないと思いますね。で、清さん、原さん、原さんはもう有名ですよね、はい。で、この方最近入られた方なんですけど、三層鉢から商品盆栽鉢に転向したそうです。であと、これはうちの盆栽オーナーの主人で、私おじいちゃんの影響で彫りをつけた鉢です。最近あんま作ってないんで、また作ろうかなと思います。大野さんが鉢作っても知らない人も多いんじゃないですか。でも本人は乗ってるからな、うん、これは古いやつね、借りてきたお客さんから。あ、そうなの、うん、うちにはもう何個もなかったんで。こちら東勢さんはね、あの東京支部の結構いい鉢です。なるほど、うん、はい。で最後大河君もね。大河君ちょっと足んないんで足してくださいって言ってんで、これから足します。作ってるところを見てますけどね、僕は。この方があの、あと黄色いの誠さん、あの善福寺さんね、前の東京支部の支部長さんでしたけどね、うん、今もこんなちっちゃいね、 YouTube でよく出してます、うん。で、またさんで、この宇野さん、宇野昇さんは、あの絵はお嬢さんが描いてますけど、今も人気絶頂の昇鉢です。はい、はい、こんなところがだいたい活躍しているであろうという他にもね、趣味で作ってる方いっぱいいらっしゃるんですけど、うんうん、流通してるところはこんなところかなみたいな感じで、ね。売店、はい、売店、今回はちょっと50年やってたうちのお客様がね、辞めるっていうので、うん、とても古い木、もう植え替えてないんで、はい、すごいことになってまして、こういうのとかね、うん、これ日ごけ乗っちゃってますで、鉢ないのとか割れてて、うん、こういうのをね、お安く出してます。ここら辺全部そうです。草ももう持ち込んじゃって、もう盛り上がってますよ。本当だ、うん、何が生えてくるかちょっとわからないような感じのものとか、もうぶわーってありまして、これがメインになるかな、うん、今回はこれを主にしてやってみようかということになりましたので。なるほど、まあね、こんなちっちゃいのもあるし、まあ、だいたい草が多いんですけど、とりあえず持ち込みがすごいと、うんうん、あの松なんかもそうだし、この辺金ロバエもほら、うん、これなんかもそうですね。こんなのとかこんなのとか、うん、植え替えてないので、まだ来たばっかで植え替えてないので、何がどうなってるか私にもよくわからないみたいな感じ感じです。面白いですよ。これなんかもう何がしたいんだかわからない。これをこう曲げてね、こう、うん、こっちへ戻してやるんだよ。人道なんだけど、これすごいよ。すごいですね。うん、これあれですね、金梅草ってやつですけど、鉢も古いですよ。鉢もね、鉢もとんでもないのに入ってるんだよね。これなんか武藤さんの鉢ですね。うん、鉢台ですよ、ほとんど。なるほど。これなんかも鉢台、鉢台が大きいから、ね、よく鉢を見てからください。それから鉢に入ってないのもこうありますから、はい、ここら辺にね、鉢が割れてたやつを抜いてきちゃったんですよね。面白いかもしれない、うん。で、そちらのお客様が出した鉢がこっち。これも新しく、じゃあ、あれなんですよ、やめるんで、鉢ごと全部ということで、前のも少しは入ってますけれども、もうね、大変なの、値段つけるのがね、すごく大変で、ほら、ゼコさんのね、こんなのとかね、ほら、古い鉢、ゼコさんシリーズだね、ここはね、カニシリーズとかね、とっても使い込んであるので古いんですよ。磯さんなんかも味出てますよ、うん、これね、新品とは全然違いますからね、うん、武藤さんの鉢が多いで、これがもったいないんだ。洋画の秋さんの梅の、うん、いいでしょ、うん、ニューが入ってるんですどこだっけな、傷がね、ここかな、ほんのちょっとニューが入ってるんで、ね、もうお安く、ね、お安くしてあります。ニュー入りですね。ゼシンさんとかね、まあ古いのも、町直さんもボコボコボコっと、うん、入ってます。
とりあえずね、使うことあります。みんなのプロとして。これは武藤さんですね。いい、いい、いい。しゃべるのは別に構わない。顔が出る。ああ、じゃあ。じゃあ、蜂の説明。いやいや。あ、タイ君やってて。いや、わかりやすい。タイ君できる？まあまあ、まあまあやってついでる、うちのも。これ、あの人の京焼きでしょ？そうそう。おー。これは違うね。違う人？うん、違うしね。うん、京焼き。綺麗だね、やっぱりね。やっぱあるんですね、そういう、うん、ありますね、ジャンルというか。いや、私説明できないですよ何しろ恐れ多くて、バーッと流して品揃えすごいですよ、つって、うん、品揃えすごいですよ、つって。いっぱいあるイメージ。うん、はい、はい。お、センサーの先生からお二人。え、これ大きいの？タイプの赤だ。すごいじゃないですか。うわ、すごい。え、これめちゃくちゃ。あ、ちゃんと書いてある。何と書いてある？タイガ君のが良かったよね。君のが良かった？いや、どっちもいいですよ。大人になるんだからね。めっちゃ顔見せて。めちゃくちゃいいじゃん。細かいっすよ。すごいっしょ。すごいっすよ。ずるっ。センザンさん。センザン先生。いや、気に入りました。すごいです。ありがとうございます。小石さんへ。小石さんへ。はぁ。昔だ。抜きだ。すごいね。うん、知ってる？色抜き抜いてるの？いや、抜いてないよ。ただ赤で枠入れたから。俺、こっちもいい？うん、どっちもいい。これ、僕も、いい上出来だなぁ、自分で思ってるんだけど。顔が素晴らしい。どうですか、この六六八は。これ、これ誰の六六？これ。あ、どう？売るんだったらこれ消しちゃえばいい。取っときますよ。俺、こっちがいいな。わかんないですよ。俺はこっちがいい。すごいね。すごい。嬉しい。気に入ってくれた？気に入りました。ありがとうございます。ありがとう。とにかくいくらで売るの？いや、売らないですよ。取っときますよ。やったね。ありがとうございます。なんでこっちに行くの？あ、そっか。ありがとうございます。俺に言いなさい。ありがとうございます。そうだ。そうだ。こだっとけば。した。取り分じゃないけども。お疲れ様です。お疲れ様です1日目、うん、終わろうとしてます。今日はね、今日はどうだろう、どうでした。安鉢よりも、うん、今日はロクロモンが売れたかな。あ、そうですか。エバチェがこれ一層さんの鉢に小石さんの絵が描いてあるんですよ。これおすすめです。レアですよね。多分今しか出ないですよね。うん、そう、もうまだいっぱいある。まだいっぱいある。履修の時にさ、ぜひお買い求めください。はい。で、履修の時も多分9の8を出すと思うので、そちらも合わせて、はい、よろしくお願いします。よろしく。今回は1月の催しでした。2月では上野グリーンクラブでは国風盆栽店の売店。立春盆栽大市が2月9日から、17日までかな、はい、結構長いんです。9日間ぶっ続けでやりますので、よろしくお願いします。盆栽大野も外に売店出ます。はい、はい、毎年同じ場所ですよね。そうですね、はい、はいはい、広げていろいろやりますので、うん、お楽しみください。はい、それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか一言もらおうかなと思って。一言。はい、まあ初日で祝日じゃなかったんでね、ちょっとまあ人通りがまあ思ったより少なかったのかなと思うんで、明日に期待かなと思います。はい。もうこれ火曜日なんですよ、多分動画。動画？なるほど。なんか今日いいもの。いいものって。あ、もらいました。ね。鉢をいただきました。
千山さんだけど石田さんから、ね、ナイスありがとうございます。超高級品なんで、ね、はい、そうですね、タヤ君へって書いてあるんで、はい、売れないですよ、はい、この鉢がもし出回ったらこの人が15万ぐらい、はい、売らないで取っときます、はいはい、ありがとうございます。悪魔がいる、ここに悪魔がいる、はい、ありがとうございました。